マルサンホビー動画チャンネルです。2月7日入荷の、バンダイの再生産品のご案内になります。まずこちらが、久々にあの入荷の商品になります、スターウォーズシリーズのビークルモデルシリーズ X ウィングスターファイターになります。こちらの方は、まあ、映画の、スターウォーズに登場します、まあ、代表的なあの戦闘機の一つになっておりまして、この羽の部分があのこう開くことによってこう X の形を作りますので、まあ、X ウィングというような名前がなっております。でこちらの方はまあシールを貼る位置が書いてある、ところになるんですけれども、あとこのですね、プラモデルの方が、こちらになりまして、この小さいモデルながら、あのこう、こう装甲のところのこう色の違うようなところはこうシールの方で再現ができておりまして、あのコックピットの窓枠もこういったシールになっております。そして、モールドとかが非常にちょっと細かく入っておりますので、作った後に、クレオスの墨入れペンやタミヤの、墨入れ塗料なので、この墨入れすると非常にあの凹凸がはっきりこう見えまして、スターウォーズの飛行機類の独特なあのディテール感を出すことができます。で、こちらには専用のスタンドがついておりますので、これであのこう飛行形態で飾ることができるようになっております。で次にご紹介しますのも、こちらも久々の入荷になります。スターウォーズシリーズの、ビークルモデル、シリーズ、スターデストロイヤーになります。こちらの方ももうスターウォーズの定番の、こう、戦艦になるんですけれども、こう非常に大型の船になりまして、もう最初の時から、レイヤ姫を追跡する時からも登場している、船になります。で、こちらの、あ、これはラインナップですね。で、こちらの方が、本体になりまして、これの方は、ちょっとここ中がこれが、説明書になっております。そして、こちらの方も本体の、こうモールドがちょっと、かなり細かく、こうできておりますので、こちらも、組み立ててから、墨入れ塗料とかで、こう、モールドのところに流してもらいますと、非常にこう、凹凸がはっきりした、こう、スターウォーズ独特のモールド感が楽しめるキットになっております。さらには専用のスタンドがついておりますので、これで、飾ることができます。次にご紹介しますのが、こちらの方が、ガンダムのビルト、ファイターズに、登場します、武装パーツになるんですけれども、ユニバースブースタープラス機パワーゲートになります。こちらの方は、ビルドストライクガンダムの、またこう、強化パーツの一つになっておりまして、これを、ビルドストライクにつけますと、ビルドストライクのプラス機ウィングに仕様になるようになっております。でこちらの方が、その取り付け例や、こう、組み立ての時に組み合わせた遊び方になるんですけれども、まあ、背中に、装着したりとかできますし、あと他の、こう、ガンダムとかの改造パーツとしても幅広く使えますので、非常に使い勝手のいい部品の一つになっております。で、中の方が、こちらになっておりまして、こういった、クリアの、ピンクと黄色の、こう、エフェクトパーツが、ついております。そして、本体の方をこう飾る専用の台や、あとこういった、武装のグレーパーツ。あと本体のこの白い、部品のところや、あと色のついてないところはこういうシールで再現できるようになっています。で次に、ご紹介しますのが、こちらも、ガンダム、ビルドファイターズの、バトローグの方に、登場します。こちらは、ギャラクシーブースターになります。こちらの方も、ガンプラ改造用の、強化パーツの一つになっておりまして、こういったちょっとこう飛行機上のものを、合体させることによって、こういったウィング状態にしたりとか、こう広げた、こう、なんかフリーダムっぽいような、ウィング形状みたいなのを、再現できるようになっております。でこちらが、組み立てた、写真と、その使用例になります。まあ、あとはジョイントとかもついてますので、機体によってはこういったものを使うことにより、使用できることになります。こちらが中に入っている部品になりまして、まあ、こう飾る、スタンドや、あとこれグレーの細かい、部品などもありまして、あとシールや、こちらの方が本体のパーツや、ウィング、部品が入っています。で次にご紹介しますのも、こちらも、ガンダムビルドファイターズの、強化パーツとして出ております、バリアブルポットになります。こちらの方は、このパッケージの写真にありますけど、ギャンに使用することによって、ギャンバル感を再現できるようになっております。さらには、他のガンプラにも使用できますので、こう工夫次第によってはザクや、グフ、こういった、あとウィングガンダムなどに取り付けたりすることができます。でこちらの方が、メーカーで組み立てしました、あと、ギャンとかに使用した例になるんですけれども、こういった、部品の状態から、こう、バリアブルポットの状態から、ギャンに取り付けたり、
あと他のガンプラの方のカスタマイズパーツとして、使用することができます。で中の方の、部品の方が、こちらになります。こういったちょっとこう紫っぽいような、部品と、あとグレーのパーツ、あとこのシールドのこの大きな、小豆色のパーツや、こうちょっとオレンジっぽいような部品、あとこの、ギャンバルカン用の頭部パーツや、あの肩パーツ、こういったのが入っております。で一応なんですけれども、今ちょっとこのギャンバルカンに使用するタイプの一番最初の頃に出たハイグレード UC のギャンがちょっとないんですが、新しく出ましたこのリバイブ版のギャンですね、これにも一応肩ごめんなさい、背中のところのこれを取り外しますと、背中のまず、バックパックは取り付けることができます。あと、まあ、手には、先ほどのシールドを2本、シールドですね、これを2本持たすことはできるんですけれども、ただ、ここの中に入っている頭部パーツと肩パーツの方が、以前のギャンに合わせた、ちょっと部品構成になっておりますので、これを取り付ける場合は、ちょっと、お客様の方で少しちょっと加工したりとかして、うまく、工夫して、取り付けていただく必要がありますので、そこだけはご注意ください。で次にご紹介しますのが、こちらは、ガンダムビルドダイバーズリライズの方に登場します、フェイクニューユニットになります。こちらの方は、アルスアー3ガンダムに使用しまして、こうニューガンダムの、イメージをさせた装甲パーツになっております。でこちらの方は、あと、別の、プラネットシステムを持つような、ガンダムにも取り付けが可能になっております。一応こちらが、メーカーで組み立て完成させ、あと使用例になりますけれども、こういったユニットパーツを、このコアユニットですね、これに取り付けることによって、このような、ニューガンダムに似たようなフォルムの、モデルが作れるようになります。あと別売りのウェポンユニットをつけますと、さらにこういった、ビームライフルや、ファンネルなどの、武装も付けられるようになります。で中に入っている部品がこちらになりまして、これが、まあ、本体の装甲パーツですね。あとこう色のついてないところはシールを貼るようになっております。であとは、ユニット状態で取り付ける、まあ、コアの部分やあと手の部品、あとちょっとこう色のこう濃いブルーの、部品などがこちらに入っています。次にご紹介しますのが、先ほどの、こちらのフェイクニューユニットに併用して使います、同じくビルド、ダイバーズリライズの、フェイクニューウェポンになります。こちらの方も、まあ、アルスアー3ガンダムの方に、この、フェイクニューユニットを取り付けた場合の、武装システムになっておりまして、まあ、それに限らず、他のガンダムにも改造したり、あと、そのまま取り付けたりすることもできますので、幅広い武装パーツとして使えるようになっております。一応、こちらの方が、メーカーで組み立てしまして、あと、取り付けた使用例になります。ファンネルの方は、二つが、分離して、変形できるようになっています。で中の部品がこちらになっておりまして、まあ、これがファンネルのパーツや、あとライフルの部分、あと色のついてないところはシールが入っています。あとその他の、ちょっと濃い青の、パーツが入ってまして、まあ、ファンネルやあとライフルの部分などになります。で次にご紹介しますのが、こちらの方ですね。こちらが、ハロプラシリーズの、ハロプラボールハロになります。こちらの方は、ハロのところの、頭のところと、下のところに、大砲と腕をつけることによって、一年戦争の時に登場しました、ボールをオマージュしました、ハロの、モデルになっております。で、こちらの方は、工具を使わないでランナーから取り外しできるようになっておりますので、これで外してそのままはめ込むだけで作れます。あとこれがメーカーで完成させた写真になっておりまして、あとは別のハロのシリーズの方にと一緒に並べたりすることができるようになっています。で中の部品がこちらになっておりまして、まあ、この腕の部品やこの大砲の部品で、中のメカの部分と、あとこの丸い体の部分や、あとこちらの方には蓋の部分などの部品と専用のこう飾り台や、あと腕のところの部品などもついています。次にご紹介しますのが、こちらは、機動戦士ガンダムの水星の魔女シリーズの、ガンボルバになります。こちらの、ガンダムは、ガンダムルブリスウルやガンダムルブリスソーンがオプションとして使う無人の兵器になっておりまして、こちらの方は遠隔して操縦し敵を撃退するための、ユニットになっております。
こちらが、メーカーで塗装を組み立てしたモデルになっておりまして、武装としては、ライフル、シールド、ビームサーベルがついています。で、キットの中は、こちらになっておりまして、こちらの方には、こう、ちょっとこう紫っぽい部品や青い部品、あと白い部品などがありまして、で、胸のこのシェルユニットの部分はこのシールでこう再現できるようになっております。あとはこのグレーの、本体の装甲パーツが入っておりまして、あと黄色いパーツや、あとこの、ビームサーベルのエフェクトパーツ、あと中の、このメカのグレーのパーツや武装のパーツなどがこちらには入っています。で、次にご紹介しますのは、こちらは機動戦士ガンダムに登場します、量産型、ズゴックの144分の1スケールになります。こちらのモデルは水陸両用の、モビルスーツになりまして、こうホワイトベースが地上に降りてからの、最初の戦闘の頃はほぼこういった水中型の戦闘が多かったです。で、こちらがメーカーで塗装を組み立てした完成写真になっておりまして、でこちらには、まあ、各部のアクションになっております。まあ、あと、この爪の部分は閉じたり開いたりすることができます。中のキットは、こちらの方になりまして、こういう濃い青や、ちょっとこう、爪の部分のパーツ、あと本体の水色の部品や、あとモノアイのシールやコックピットのところの、シールですね、が入っておりまして、あとポリキャップや、この体の、色の濃い、緑色の部品ですね、足の部分や、腰の部分、腕や、あとバックパックなどがこちらに入っています。こちらの方が、機動戦士ガンダムに登場します144分の1のガンタンクになります。こちらの方は、後方支援型の、まあ、長距離砲などを搭載しました、足がこうキャタピラ式になっている、モビルスーツになっています。こちらが、メーカーで塗装組み立てした完成図になりまして、こちらが、まあ、アクションの一例になりますが、背中の低体砲の部分は上下に上げることができます。中のキットの方が、こちらになりまして、ポリキャップや、あと、車輪の部分のパーツ、あと、頭部の部品や黄色い部品、あと、こちらには大砲やバックパック、手のところのこの方針などがありまして、で、あと、体の青い部品や、あと、この、履帯の部分のベルトパーツ、あと、このタンクの下の部分のこの大きな青い部品と、胴体のところの青い部品などが入っています。次にご紹介しますのが、こちらが機動戦士ガンダムに登場します144分の1の RX782 のガンダムになります。こちらの方は以前発売になってたガンダムのリニューアルモデルとなっておりまして、プロポーションや可動などをこう見直したモデルになっております。で、こちらがメーカーで塗装を組み立てしたモデルになっておりまして、武装も豊富でビームライフル、シールド、バズーカ、あとビームサーベルがついています。そして中に入っているパーツの方がこちらになります。で、こちらには黄色や赤、あとポリキャップの部品、青や、ビームサーベルのエフェクトパーツや目のこの、クリアパーツですね、が入っておりまして、それとは別に、シールや、あとこの本体の、ちょっと緑がかった白い装甲パーツ、あとこちらにはビームライフル、バズーカー、あとは、関節などの、部品が入っています。で、こちらの方は、組み立てますと、こちらの方になりまして、これはそのまま組み立てまして、墨入れだけしたモデルになっております。それだけでもうこの、ところに分かると思いますけど、こういろんなところがもう色分けされておりますので、まあ、ほぼ色を塗らないでもどこまでのカラー再現度になっております。で、関節とかが非常に大きく動くようになっておりますので、腕なんかもほぼこうこんな感じで大きく動かせますし、で足もこの前の走行なども動きますので、こうやって大きく前へせり出して動かすことができます。そして、こういったバズーカーなども後ろにラックがありますので、ここのところにこう保持して、こう飾ることができるようになっています。こちらも、機動戦士ガンダムに、登場します。144分の1の、ドムとリックドムの、コンバーションキットになります。こちらの方は、地上型でホバーで移動する、ドムと、こうバーニアがたくさんついた宇宙用のリックドムと両方のキットを選択して選べるようになっています。で、こちらが、メーカーで塗装を組み立てした、見本の写真になりますけれども、まあ、こういったジャイアントバズーカーや、あとビームバズーカーがついています。あと背中にはヒートサーベルがついておりまして、であとはこの辺が、まあ、一部アクションになりますけれども、まあ、バズーカーはこう両手で構えることができますし、あと手のパーツも何点かこう違うものがついています。で、
バーニアの方は、まあ、こういった、たくさんついたタイプか、あと、地上型の、こういったのがないタイプかも選べるようになっておりまして、で足の裏も、ホバー用と宇宙用と、あります。中のキットが、こちらの方になりまして、でこちらの、紫色のパーツや赤い部品、あと、色のついてないところがシールになっています。あと、こういったクリア部品もついております。あと、これが、ちょっとこう、グレーの部品になってまして、足の裏や、バックパックなどの、部品などになっています。こちらにはポリキャップがありまして、あと本体の、黒いところの部品と、まあ、足などの、紫色の部品。あとこちらは、武装の部品や、胸や、体の、装甲パーツなどが入っています。でこちらの方も、こちらのモデルが、積み絵だけして組み立てたものになっております。これはリックドームで組み立ててありますので、武装がこのビームバズーカをつけてあります。で、こちらも、まあ、色分けがここまでされておりますね。ほぼ、ドムのカラーリングを再現できています。そして、こう、ビームバズーカーの方も、こう、大きく構えることができまして、腕も、こう、かなりフレキシブルに動きますから、こういった肩に構えるような、ポージングもできますし、逆に、今度、この前のこの装甲が動きますから、足をこういうふうに大きくこう曲げることによって、地上でこう、ホバーしてたような時に、再現しておりました。ちょっと中腰で、こう、ホバー移動しているような、こう、なんですか、ポージングも、再現できるようになっております。で、まあ、頭もこう、ちょっとこう、上下行ったり、こう、左右に少し向いたり、頭にもこういったちょっと動きがある、ギミックが入ってますので、非常にこのドム遊べる、キットになっています。で、次にご紹介しますのが、こちらが、機動戦士ゼータガンダムに登場します144分の1の、ガンダムマーク2エウーゴ仕様になります。こちらの方はチタンズからガンダムマーク2を、露飼しまして、それをこうガンダム風の白い塗装に塗り直した、モデルになっております。でこちらの方がメーカーで塗装を組み立てしたモデルになっているんですけれども、こちらの方もリニューアルモデルになっておりますので、以前の、プロポーションよりも洗練され、さらに可動範囲も広くなっております。武器の方も、ビームライフル、ビームサーベル、あとバズーカ、あと頭部のところの、バルカンポットなども、ついています。で、こちらの方が、中に入っている、パーツになりまして、こういった白い部品や、あと色のついてないところはシールになってます。あとこのグレーの、武装パーツや、関節のパーツ。あとこの、体のオレンジ色や赤い部品。あと装甲の白い部品。こちらの方がビームサーベルのエフェクト部品や、ポリキャップ、クリアグリーンの、透明パーツ。あとはバックパックなどのこの濃いブルーの、部品が入っています。で、こちらの方が、そのまま組み立てまして、こう、墨入れだけした状態のモデルになっています。で、こちらも、こういったカラーリングが分かれている部品になってますので、組み立てただけでもここまでのカラー再現度を、こうできています。で、可動範囲も以前よりも非常にこう大きくなりましたので、腕もこう大きく、二重関節で曲げられるようになってますので、こういったもほとんど直角に曲がるところまでできます。で足なんかもこう、走行とかも動きますから、こういった大きく足を曲げることもできますし、で足首も非常に大きく動きます。で腰なんかも大きくこう今度はひねれるようなアクションが、ついております。ちょっとまあ、本当はここにバズーカがつくんですけど、ちょっとバズーカがなくて、ここにはつけてないんですが、バズーカーはつけられるように、ここのラックの部分も、交換パーツが入っています。で、バックパックのこの上のノズルの方も稼働するようになっています。で次にご紹介しますのが、こちらも、機動戦士ゼータガンダムに登場します、ガンダムマーク2のキタンズカラーバージョンになっています。こちらの方は、エウゴア側に、露飼する前の、キタンズの、カラーリングになっておりまして、体の方が濃い、ブルーの、色が特徴になっております。こちらの方が、メーカーで塗装を組み立てしたモデルになっておりまして、こちらの方もリニューアル版になってますので、プロポーションの変更や可動範囲の変更がされております。武装もビームライフル、ビームサーベル、バズーカ、シールド、あと頭のバルカンポットがついています。でこちらも、中に入っている部品になるんですけれども、こういった濃いブルーの部品と、ビームサーベルのエフェクトパーツ、あとシール、あとこの武器の、部品や、関節のところの部品ですね。あと、体の赤い部分や、あとこのオレンジ色の部品、あと関節パーツや、あとこの青い装甲パーツ、あとポリキャップがここに入ってまして、で、あとクリアグリーンのパーツと、ちょっとこう濃い、もうほぼ黒に近いような青い部品があります。
あと、ティタンズの、モデルの場合は、肩のところに認識マークとして010203の、マークがついています。で次にご紹介しますのが、こちらが、機動戦士ガンダムユニコーンに登場します、クシャトリアの144分の1スケールになります。こちらの方は、まあ、フロント、袖付きと呼ばれる、ネオジオン軍の、勢力が使用してます、大型の、モビルスーツになりまして、まあ、特徴としては、まあ、クイーンマンサをこう、彷彿も似せるような、こんな、バインダーが、4枚、肩についているところになります。で、こちらの方が、メーカーで組み立て、塗装した完成写真になっておりまして、でこちらの方が、アクションの、一例になります。肩のバインダーのところには、ファンネルの方がついておりまして、こちらには各6機ずつの、ファンネル、そしてここに、サブアームがついております。で武装としては、あとビームサーベルがついておりまして、で肩のバインダーの方は、アームによって非常に大きく稼働することができます。で、その、アームのおかげで、この、収納状態っていうのを、再現できるようになっておりますので、こういったバインダーを畳んだ状態も、できるようになっております。でこちらが、中に入っている部品になりまして、この特徴的な、袖のマークや、あとエングレービングのところはシールで再現できるようになっております。あと、白い部品と、このオレンジ色の部品、あと黒いような、色の部品と、ポリキャップや、あと、この本体のグリーンの部品。あと、この、肩のバインダーの、内側の部分や、あと各フレームの部分ですね。この肩、これが肩のバインダーになりまして、これが本当に非常に大きな、部品になっています。まあ、あと同じような、このパーツも入っておりまして、あとこれが、ビームサーベルのエフェクトパーツ、あと中のメカの部分。この辺が足などの装甲部品が入ってまして、あとこういったちょっとこう青っぽいような、部品と、あと体のところに使う、濃いグリーンの部品。あとこちらが、サブアームなどの、まあ、関節などの、部品になります。以上が本日入荷しました商品になりますので、お客様のご来店の方お待ちしております。このように入荷しました商品をどんどんご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。